とりあえず上に行くか。ルン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 。はい、それではね、本日もポケモンバイオレットの方をやっていきたいと思います。19回目になります。ですね、まずオープニングに皆さんに言いたいことがあります。ご視聴していただいて本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。私たくさんの方に見ていただいて、はい、なんか多いものだと2000回以上再生されているらしくて、はい、非常にありがとうございます。はい、ものすごくね、そこは感謝を伝えたいわけですね。こんな全然進まないポケモンバイオレットの方をですね、今回で何ですか、19回目になるわけですかね。ですね、で進行をね、どんぐらい進んでるかを見てみますと、チャンピオンロード8分の4、スターダスト5分の2、レジェンド5分の3、半分ですね。完全に半分ですね。そしてマップを見てみると、やっぱ半分ですね。ちょうど半分のこのど真ん中をこれぶった切ってですね、下半分はちゃんと見切れてきたかなっていうところなので、もうポケモンのバイオレットちゃんがですね、発売して2ヶ月経つんですね。あと2ヶ月はかかります、多分、はい。あと2ヶ月もやるのか。やるのはすごいありがたいんだけどさ、やるのはすごく楽しいんだよ。ね、編集が鬼なんだよ。編集っていうのはね、サボりはね、多分すぐ上がるんだよね、動画がね、勝手にね、ポンって撮って、適当に、パパパーってカットして、やればすぐ上がるんだけど、やっぱそれじゃね、やっぱ見てる皆さんにね、あんまり面白みというか、少しでもちょっと楽しんでもらいたいなという思いからですね、私は苦労してやってるわけなので、まあ、頑張ってくれてんだなって思って、少しでも思ってくれたらですね、高評価とチャンネル登録をしていただければ、私のモチベーションにもなりますので、はい。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということでね、こんな長く話してる場合じゃないんだよ。またそうすると、またこのね、動画の時間がすごい長くなっちゃうんで、前回悪組のね、アジト倒したんで、今回はですね、ジムがこの近くにカラフシティがあるんで、ここに。ここ行ってないんでね、チャンピオンロードが8分の5になります、ようやく今日。はい。って思ったんですけども、前回編集しててですね、ベイクタウンのところの途中にですね、なんかシャワーズがいたような気がしてですね、この辺に。ちょっと一旦それをね、謎を解いてからね、もう一回このジムに行きますので、ちょっと寄り道してきます。はい。はい、ということでですね、前回のベイクタウンの先に行った頂上に来たわけですけども、これマップを見るとですね、やっぱ編集してていいことがあるのね、いいことがあるんですよ。いるんですね。これを見落としてたんですけど、やってるときは、編集してるときにこいつを見つけまして、シャワーズがいることを。なんかこっちもいいね。いるよな、絶対。ちょっとここをね、捕まえます。どこにいるかわかんねえんだけど。ちょっとね、見つけてきます。この辺うろうろして。はい。え？これ誰？こいつ誰？こいつ誰？お前誰？あ、やっぱポケモン入れ替えてねえや。前回から入れ替えてねえ。このカップルズで。エルレイド倒せねえ、これやっちった。ちょ、待って、やっちった。これやっちったな。これはやっちったな。37、29が挑めねえな。ちょっと入れ替えるか。いやー、攻撃グッと上げないでくれよ。これどうすっかな。30、20、60、噛みつく、4ぐらいいく？いるね。あ、割とかし、行ってくれた。あ、ありがてえ。ひるんでくれた。で、これちょっと削っていくか。あ、オッケー。これでいけんじゃねえかな。これでちょっと行ってみるか。ダメかー。オッケー、来た。ありがてえなー。あざっす。あ、そうだ、パーティーこのままでいきます。IQ300 とかサボテンダーかな、これ。カップルズはハイパーボイスを覚えて、なんだそれ。強っ！うるさくて響く大きな振動を相手に当たって攻撃する。90だって強っ！やった、なんかゲットしたな。あ、なんか、いた！エルレイド、ヤイバーポケモン、相手の考えを敏感にキャッチする。能力を持つため先に攻撃できるのだ。エルレイド。エルメス。はぁ！ん？え、進化すんだ！カップルズ進化すんだ！どういうポケモンに進化すんだ、お前は。子供が増えただけじゃん。カップル、イカネズミだって。
ファミリーポケモン4匹家族、2匹が4匹になった。大きな2匹が子供たちを守りだったから強い相手に全員で戦うのか。これさ、こいつのニックネームカップルズなんだよね。もうカップルじゃねえじゃん。ファミリーズじゃん、もう。まあいいや。あ、こいつも進化しきったな。じゃあもう交代だ、お前は。お前は交代だもん。ほら、いたよ、こいつがよ。ちょっとポケモン入れ替えてからにするわ、これ。待って。ちょっと一旦移動はすために移動は、これブースターだよね、これ。ブースターって名前じゃなかった ?EV の。違ったっけ?なんか、あれ違ったっけ?あ、ほら、ブースター、そうだ。一旦ね、ギャラドスを入れてきたんだけど、37か。どうすっかな?なんか、やっつけちゃいそうな気がするんだよな、噛みつくだと。ちょっとギャラドスじゃなくて、一旦ね、どうしようかな。メシタサクラをにしてみるか。一旦噛みついて、大丈夫だよな。噛みつく。43、30いかないよな。一旦噛みついてみよう。あ、OK、OK。あと一回噛みつくやったら、ちょっとモンスターボール投げるわ。OK。はぁ、何気に時間かかったな、捕まえんのは。来たー、ブースター。首の周りのふかふかした体毛を広げ、900度まで上がった体温を冷ましている。ブーちゃん多分ブースターって使うこと多分ねえ気がするんだけど、ニックネームつけた。多分使うことはない気はする。だってあとシャワーズはどこにいんだ?なんかシャワーズがいたマークがあったんだけどさ、どこにいんだシャワーズは。え、シャワーズはどこにいる?シャワーズがいねえんだけど、お、一回落ちるんかなこれ。なんかそんな気がしてきたな。これ、一旦落ちてみるか。シャワーズはどこにいんだ?でもいなくねえか。シャワーズどこにいんだ?え?下まで落ちたけどシャワーズがいない。もう一回上まで戻れってことか。なんだこいつ。とりあえず行ってくるわ。誰?お前誰?なんか、あいつか?今出てきた味方のやつに、なんだこいつ?なんちゅう?雪嵐?はぁ、モンスターボール!モンスターボール!はい、ありがとうございました。捕まえたな、雪嵐だって。氷ポケモンなんだ、一応。雪傘ポケモンよ。だって、もう雪嵐だとさ、もうさ、ニックネームに雪ってやつがいいんだけど、雪ハミがさ、進化しちゃったんだけどさ、もうすのに。雪嵐が訪れた家、お金持ちになると言われてる。マイナス10度でも、100度でも、へっちゃら。すげえ。はい、与沢つばにしたわ。金持ちになるって言うから、与沢つばにしたわ。一文字足りてねえんだけどさ、与沢つばに。で、シャワーズどこにいんの?マジで。シャワーズ探索してくるわ。マジでシャワーズがいねえんだよな。どこにいんだシャワーズは。下とかにいんかな。なんか下とかにいそうな気がするけど。いねえんだよな。これ何が起きてんだお前は。あ、落ちてるな、落ちてシャワーズがいねえんだよな。どこにいんだ。でもやっぱ上なんだよな。頑張れこれも幻なんかなもうこれ。いねえんだよな、どう見ても、でも。どう見てもいねえんだよな。マップにどう見てもいるんだけど、どう見てもいねえんだよな、この辺見てるけど。どこにいるの、シャワーズ。いけ!頑張っていけ!登ったけど、どこにいんだ、これ。登って、頑張って登ってくれたんだけど、いねえんだよな。頑張れって言っても、この上にいる気はしねえんだけどさ。すげえ。すげえ。でもいねえ。いねえ。どう見てもいねえ。
どう見てもいいね。なんか洞窟があるんだろうな、どうせな。洞窟があって多分そっから行く気がすんな。ってことはなんか地図的には多分ここには映ってるけど、なんかまだ行くなっていうような言ってる気がするので、なんか未来のが全部能力開花してからちゃんと来いよって言ってるような気もしなくもないので、もうこれにて諦めるか。なんかもう1時間ぐらいここにいるんだけど、もうずっと探し続けたんだけど、もう全然何にも出てこねえ、クソは。これ滝の裏になんかあるとかねえよな。ないよな。ないよな。そうだよな。はい、じゃあもう諦めます、シャワーズはもう。さてと、カラフジムに行くかね、じゃあね。おやさ、前回ぐらいにさ、ここにさ、光ってるのがあってさ、いけなかったところ、格好によっていけんじゃね、ほら、あった。崖の向こうには何が。崖の向こうには何が。思い出したわ。ここにいます、今、私。ここにいまして。セルクルタウンを抜けたですね、左のこう西のエリアの、今、ここにいます。はい、私。光ってるとこは、そういや、あったなっていうのを思い出したんで、ちょっとここ行くわ。これなんだろうな、でも変なポケモン。キャッチーポケモンだったらなんか一生懸命この間行こうとしてたのがバカみたいなんでさ、おとといじゃねえ。なんか3回目ぐらい。3回目、あら？え？飼ってるの消えてね？え？飼ってるポケモン消えたんだけど。さっきここら辺に光ってなかった？え？消えたんだけど、光が。光が消えたんだけど。そんなことあります？え？あ、光ってる。そうだ、あいつだよ、あいつ。あいつは誰なんだ、俺光ってるのは。わざわざ一旦戻ってここまで。え、また消えたんだけど。なんで消えんの、こいつ。こっそり行かないとダメなんかな、こいつ。こっそりポケモンか。こっそりポケモンだな。ちょっとこっそり行くか、じゃあ。あそこだ、あそこ、あそこ。こっそり行け、こっそり。こっそり行け。こっそり、こっそり。こっそり。これ誰？ちょ、こっそり行け、こっそり。こっそり、光ってるぞ。知らねえぞ。誰だ？新種だな。新種だ。こっそり行け。上から、いるな。オーケー。誰？何このポケモン。あ、見たことあんな。見たことあるぞ。なんか誰かと勝負した時にいたな、こいつ。レベルいくつ？まずレベルいくつ？レベルいくつ？君のレベルはいくつだい？こっちは強いの連れてきてないけど大丈夫かい？コータス。レベルは？レベルは？あ、28だからいける。いけるな。噛みつけ。噛みつけ。え、あんま聞かねえんだな。あ、向こうはテラスタル、テルスタル、テラスタル状態だから。でも噛みつくのに行くだろ。やばい、やられる、やっちゃうかもしんない。まとわりついてるからな。こいつを倒してしまうかもしれない。うわ、やばい。終わったー。最低だ。倒してしまったコータスを。じゃ、もう一回復活しねえかな。最悪だな。倒した。もうしょうがない。もう諦めよう、あいつは。なんか今気づいたんだけど、やる気者ってなんか名前つけてなかったんだ、ニックネーム。こいつちょっとニックネームつけてあげてんだけど、やってみよう。はい、鈴宮。なんかやる気者のやる気から、なんかやる気からハルヒが出てきたんだよ、なんか知んないけど。ハルヒが出てきたから、ハルヒって言ったら鈴宮だろって言って、鈴宮にしたわ。よくわかんない理由だな。はい、つうことでいくか。いざ、レベル上げの時へ。進めろ、進めろ。大ジャンプ届かない、向こうに届かない、届け、届かなかった。ちくしょう、あそこ届かねえかな、向こう側。光ってる、テラステルしてるポケモンまで行くか。行くぜ。もう一回だ、もう一回チャレンジ。いいって、お前でジャンプしようとしてる。あ、あれなこいつ新種じゃない、こいつ。ヒロアメだって新種だ、こいつ。手に入れろ。あ、OK。鉱石ポケモン、毒成分の結晶がまるで花びらに見える。はぁ、毒成分なんだ、あれ。花粉のように毒の粉をばらまき身を守る。毒。
ラテと、じゃあチャレンジするか、向こうのあの光ってるところまで滑空でいけるかどうか頼むぞ。いけ、届け。絶対届かない。どう見ても届かない。これ登れ、これ登れ、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 お前。登れねえかな。登れねえよな、でも登れねえんだから。まあ、しょうがない。みたいな、もうレベルを上げて、ジム行くか。進化しろ、進化しろ、進化しろ、進化。IQ300 か、私、怖い顔覚えたい。怖い顔ってなんだっけ、素早さを下がるんだっけ。あ、素早さだ。進化しろ、進化しろ、進化しろ。またなんか、鈴宮が地獄的に思ったよ。80強っ。この技を受けた相手は地獄の苦しみか似たんだけど、音の技を抱くことはできない。はぁ。進化しろ、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 進化しろ。進化しねぇ。メシタサクラって進化しねえんかな、こいつ。45なんだけど。でも、カイリュウもまだ進化しねえんだよな。もうちょっと上げてみるか。サボテンだ、来た。こいつの進化系いたんだよ、砂漠で見かけたんだけど、まあいいや。よっしゃ、ノクタスに進化したぞ。でも強くねえんだよな、技的に。砂漠に生息、夜には動きだし、砂漠のあったり疲れ果てた獲物を捕らえる。あー、まあとりあえず入れとくか。まだな、ジムで終わりだな。次のニードルガード弱えんだよな、もう。でも全体的に技が。しょうがねえや、でも。45になった。進化しねえかな、あいつ。進化しねえんだな、あいつな。あ、46、でも進化しねえ。進化しねえ。46になったけど、進化しないと。さて、皆さん。レベル上げしてたらこんな状態になっちゃった。もうとりあえずさすがに行くか、もう。もう1時間40分くらい経ってんだけどさ。もうじゃあ行こう、さすがに。はい、ということで、カラフシティ、カラフシティはね、前々回かな、一回ここまで来たので、まあ、すぐ飛んできました、空を飛ぶで。で、パーティーをね、ちょっとね、入れ替えようと思います。多分これ強すぎると思うんで、ちょっと見直していきます。はい、今回のジムはこんなんでいかがでしょうかね、皆様。カップルズ、もうカップルズじゃなくなっちゃったんだけどさ、ファミリーズになっちゃったんだけどさ、こいつは。で、キレルマン、サボテンダー、IQ300、鈴宮、メシタサクラと。ああ、いうことで、メシタサクラだけにちょっとレベル異常に高いんだけど、一応保険ということで、このパーティーでね、今回行きたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まぁ、ちょっと街をね、探索していきたいと思いますけども、ずーっと、マリルちゃんにいてほしかったから進化しそうになったら、進化キャンセルビリモザでお話しするお前かわいそうだな。ずっと進化してもらえないんだって。大人になれないな。ずっと子供のまんまだ。そういうものも、そういう時もいいよな。そういう時もいいわ。そういうのもいいよな。ポケモンウォッシュ！ポケモンウォッシュで砂をきれいに落としてあげないとね。あ、そうなの？おかげで、元のわけのおかげで、ロースト砂漠を越えられたな。こっちはミライドンのおかげだったけどな。ありがとうな、ミライドンな。すげえ、砂場あんだな。こういうとこで遊んでんの、砂場じゃねえや、水だった。泳いでる。ぷかぷか。かわいそう、こいつ。こんななんか小さな水、浅い水の中に入れられて。これ水から離れたらこいつ死んじゃうかな。かわいそう。ポケモンもなんか水でしか生きられないポケモンいいんだろ。でも水じゃないとこで戦う場合どうすんだ。なんでかな。僕の好きな食べ物、ポケモン好きな食べ物ちょっと違う。なんでかな。それは人それぞれだからね。ポケモンに、お家で持ってるポケモンに何か買って帰る。あ、それはいいことだね。いらっしゃいません。別にいいや。ここはどうせ、なんかまた見たことあるから。なんだこれ、じいちゃんと孫かな？これ、なんかやばそうな関係じゃないよな、こいつらな。なんかでも娘と、あれだな、お父さんって感じだろうな。うん。ここなんだ、これ。上に行けるのか、これ。なにこれ、上に行けるんだけど、勝手に。これ、どこ行くの？面白い、こういうことがあるんだ。またここ探索できない。だからジムどこにあるんだ。まあジムなんてどうでもいいんだけどさ。ジムなんてどうでもいい。片付けた？子供って大変な。なんか前もどっかで聞いたな、なんか。なんだっけ、なんとか一番最初のもう町の名前忘れちゃったけどさ、あそこの学校があるところの町で子供って大変だって言ってたやついたよな。有名な。この街はハイダイクラブってお店が有名なのか。なんかそういや、なんかハイデンさんだっけ、ここのジムリーダー。ここのその、ちなみに、ジムリーダーの強さはどんな感じなんでしょうかね。ちょっと見てみましょうか。カラフジム、水タイプの使い手、勝負、あ、全然見てなかったな。勝負になれた
ってきた人見で、中華レストランバンダイクラブでオーナー兼料理長している、面倒見がよく教育熱心、そのため事務テストは難しめ。でもなんかもうあれエスパータイプのあのモデルの姉ちゃん倒しちゃったから、あいつを、あいつより弱えだろ、あいつより弱ちんだと思ってんだけどさかわいそうな。パルデアのウーパー、パルデアのウーパーって毒持ってるって本当？私は予想の地方で捕まえた青いウーパーと交換しようよ。あ、そうなの、青いウーパー持ってんの。じゃあ交換するか。ウーパー持ってるよな。あ、じゃあ能天気だ。なんか能天気っていう名前だったな。まあじゃあ交換してあげよう。ウーパーと交換でいいの？いいよ。初めてポケモン交換するわ。ええー、初めてポケモン交換する、やばい。すげえ、こういうんだ。私の初体験。ポケモンとポケモン交換するのはこう、おい、青い、青いウーパーだ。青ウーパーだ、青ウーパー。でもこれもらったところで使うことはないんだけどさ。マサオ可愛がってあげて。なんか変な名前だな。なんか能天気の方が良かったな、ニックネーム。本当に毒タイプだ。ポイズン可愛い。アユーパーも素敵だから運動可愛がったよね。ああ。大穴には。一般地が入れない、バルデン大穴にはどんなポケモンがいるんだろうな。なんか鉄の輪立ちみたいなやつがいたよ。なんかもう、あいつドンハンじゃなかったらしいからな。なんか新しいポケモンだったらしいからな。これまたウェイ君がこれ。波いるか。水の中じゃないとこでもいるんだ。こうやって生きてんだな。いやー、お次は、喧嘩してそうだな、このカップルな。なんかもう、せっかくの休日取れたんだから、どっか行きましょうよってなんかこの女の子は言ったんだけど、この男が、いや、せっかくの休日なんだからさ、ちょっと休ませてくれよ、もう家に行って帰りてんだよってなんか言って揉め事をしてるような気がする。まあ、とりあえず話を聞いてみよう。お次はマリナの、あ、もう行ったよ、マリナちゃんタウン。市場で爆買い、なんもなかった、その店。いやー、爆買いしちゃった、次はどこ、あ、お前も結構行く気だったんだな。なんかもう家に帰りたいノリだと思ってたけどな。まあ、頑張れな、お前一緒に何いるかも応援してくれてんだからな、ここにな。俺も一緒に応援してやるよ。行け、頑張れ、頑張れ。かなんかこいつ頭にスマホ乗っけてね。まあどうでもいいや、早く行くか。ようこそ最大クラブへようこそ。ジブリだ、ハイダイさんのお店だよ。あ、そうなの、これ何だ、これ何ちゅう店。でも入れねえんだけど、ここはあ、ハイダイさんのお店だよって入らせてくんねえんだよな、ケチーな。よだれがジュルリ、評価高いね。なんだ、じゃあもうこれ中間エリア、これで終わりか。じゃあとりあえず上に行くか。ルン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 。デートデートデート、二人で一緒に歩いていきましょう、お姉さん。あ、なんか見返っちゃった。上に登ろうとしてないんだけど、勝手になんか上に行きやがった、こいつ。街全体を青くしたら観光の方が増えたの、数年前にハイダイさんが提案したんですね。いやー、いや、なんか経営者とかなんかそういう能力あんだね。なんか観光地にしようみたいな、客を呼んでお金をなんかがっつり儲けようみたいな、そういうね、能力的なものがあるかもしれない。なんだここ何や、本日何にお探しで。グローブいらん。なんかサンプルがもう遅えよ、出てくるのお前。もういいや、とりあえずいらない、読み込みが遅いんだもん。せっかちなやつ。マイドサンド、一度でも二度でもマイドサンド、サンドイッチはいかがですか。大丈夫です、お腹は空いてますけど、いりません。あ、なんかジムがもうあったな、ジム見つけちゃったもん。ジムの前になんかあんのかな、向こう側には。なんか、え、あれ、あれ杭じゃね、これ街にあんの、こんな杭って。アイテム回収してさ、杭って街の中にもあんだ。はぁ、これ4つ目だな、黄色の杭は。黒くてまがまがしい杭が待っている。杭を抜きますか。これで紫の杭が何個だ、6個抜いたんだっけ。で、5個か。紫の杭5個で黄色は4つ目か、これ。で、結局、黄色の杭の、なんか結局、杭を抜いた先にどこに行けばいいんだかわかんねえんだよな。登れよ。登れって。なんで登ってくんねえんだろうな。水の石。あ、なんか水の石もゲットしたな。他はなんかもうねえのか。もうジムだけなんかな、この最終、あの、一番てっぺ、一番でっかい、でっかい、一番高いところのこのエリアは。ここなんかあれ違うエリアだもんな。あ、これ美容院か。これ髪切ってくれんだっけ、これ。すげえ、美容院だ。いらっしゃいませ。今日はどうしちゃいます？ヘアアレンジ3000円。あ、ヘアアレンジとかそうです。金かかるのか。気分転換。前髪切ったのかな？気分転換、髪型を変えて気分転換、どう？可愛いでしょ？どうか。失礼なやつだ。頑張ったから。あ、やべ、高級そうなバッグだ。今月頑張ったから高級バッグ買ってもいいよね。ダメです。買っちゃダメです。あの、デート代に当てなさい、あなたは。あの、彼氏のためにいいお金を使いなさい。自分のために使うんじゃなくて、人のためにお金っていうのを使うもんだからな。どの目線で言ってんだ。お前はまだ子供だろ。ワンランク上のオシャレベルダーでございます。へぇ。高いんだろうな。ゴージャスタイス、ゴージャスタイス、ゴージャスタイス。ちょっと見せてくんねえかな。ちょ右側にモデルが出てこないんだけど。
わかんねえ。なんかもう何もなさそうだな。なんかもう最近もう街の人たちと会話をしてなんか面白いことを見つけるのは無理になってきたな。たまにね、いいね。何の話をしてんだろうな。この会話を予測しよう。たまにはね、いいね。いつも家にいたんだけど、もうたまにはデートしてみようねって言ったんだろうね、男の方が。なんかもうマンネリ化になってきちゃったから、まあそろそろ家のデートよりも、なんか外に行ったデートにしようってこういった提案してたんだけどっていう、そういう話。何にも面白くなかった。あ、来ちゃった、ジムに来ちゃった。おー、遅刻、誰ですか？あ、こいつか、ジムリーダー。あ、ハイダイさん待ってください。あ、行っちゃった、忘れ物あるのに。え、もしか地面調整者ですよね。じゃあそう言ってもきっと調整者だし、勝手に決めんじゃねえよ。もし違ったらどうすんだよ。先ほど大きなおじさんはカラフジムリーダーハイダイ、彼ったらちょっぴりお茶目で市場に買い出しに行くのに財布を忘れちゃったんです。きっとハイダイさん困ってる、親切な調整者だな。あ、財布届けてくれませんか。嫌です。すいません、ハイダイさんがいないとジムの挑戦もできませんし、私も受付を離れられないです。それではこちらお願い。なんでだよ、なんでだよ、いいやったろうが。ハイダイの財布を手に入れた。ハイダイの大切なもの、カラフジムジムではハイダイさんが設置されたマリナータウンの一部。マリナータウン行ったんだけども、特別届けてくれたらジムテストクリアとしますので、ハイダイさん西の砂漠を抜けたでマリナータウンもう行ったんだけどさ、前回砂漠は危険なポケモンもいいのをお気をつけて、前回行ったわマリナータウン、ふざけんじゃねえよ。なんでまた行かなきゃいけないんだ、もういいんだよ、あそこ何にも面白くねえんだから、もう行くか。なんかそうするとさ、マリナータウンの近くに来たんだけど、あっちも行きたくなるんだよな。あの孤島って何やったろうな。もうやめとこう。とりあえずジムに行こう、今回は。うわぁ、ダメだ。気になってしまったな。しょうがない。で、どこにいんだ？おっさん。おっさんどこにいんだ？こっか。この奥かな？ここにいんだよな。あれ、どこにいんだ？あ、いや、おっさん。お前、財布忘れんじゃねえよ。おかげでこっちまで、ここまで来なきゃ、なんだ？うお、ない、ないんだい。だから財布だろ？財布がない。このままでは目玉商品が誰かに買われちまう、ほろり。大将落ち着いてください。すぐ人っ走り探してきますから、来てやったんだよ、もう。来てやったんだからさ、もうポケモンバトルしないで、ジムバッチくんねえかな。もっとどうした？ハイダイの大将に何か用なら、ただ今取り込み中よ。邪魔するのは誰であろうと、一番弟子の足が許さ、あ、一番弟子なんだ。それでも、忙しい足らに用事があるっていうのかい？ありません。それでさっさと帰んない。こっちだと忙しい。そうですか。じゃあ帰らせていただきます。これ話進まねえな、これ。また来たのか？それでも忙しい足らに用事があるっていうのかい？ありません。それじゃあ、早速帰ります。こっちだって忙しいんだよ。なんだ、また来たのか、それでも忙しいやっちゃう。また女ちかしょうがねえ。じゃあ、さすがに、ありません。何回やんだよ。もう一生進まねえぞ、お前。いい加減進めろっつうの。はい、じゃあとりあえず用事があるね。聞き分けない子供はちょっとしてるけど、もう。ポケモン勝負かよ。ここでポケモン勝負すんのかよ。え、ジムトレーナーのミズキが勝負仕掛けた山下ですか。私の推しですか。ミズキさんですか。あー、カップルとかもうファミリーズなんだよな、こいつ。フローズで種マシンガン。もう種マシンガンだってもう効果悪いんだ。カップルズなー、どうなんだろうなー。何発行く？もうファミリーズなんだけどさ、こいつらはもう。あと2発行って。3発か。じゃあ種マシンがもう一発で終わりだな。でも28だろ。ってことは、カラフジムのジムリーダーもなんかそんぐらいのレベルだからの、このファミリーズでいける気がする。もうカップルズなんだかファミリー、もうニックネーム変えるか、ファミリーズに。どうしよう、もうカップルズやめるかな。え、これ何体持ってた？あんま見てなかったんだけど。え、腕っぽ。いや、とりあえずいいや。なんか草タイプだろ。あ、水タイプって言ってたもんな。そういや、なんか、水タイプって言ってたから、草タイプで攻めないんだけど、あと誰がいいんだっけ、こっち。草タイプで行くのもあんま面白くねえな。変えるか。でも、レベル30一番良いんだね、こいつ。2回。もうちょっと当てろよ。じゃあ、次で終わりにしよう。次の種マシンガンで終わりだ。はい、ファミリーズで終わったぜ。
拍手してんな、向こうのおっちゃんが。1回当たった。ハネマシンガンって最近2回だけどな。もう相手の HP が切れたらそれ以上攻撃はしないらしい。優しいやつだ。IQ300 って進化しねえんだっけ、あいつ。なんかもう一段階進化しそうだったんだけど、なんか進化しない、そんな気もしてきたな。進化しねえ気がする。なんであいつ入れたんだろう。へそくり前すっからかんだ。はい、いらっしゃい。わったとか騒がしいがどうしたんだよ。お前のせいだよ。お前が財布忘れたからなんかこいつ戦わなきゃいけなくなっちゃったんだよ。ハイデに対して言ってたこの子供が。財布をなくして一切一文なしのオイラなんかにお客さん一体何をだい忘れ物。お前のせいだよ。うお、オイラの財布代。なに、ジムの受付に言われて届けに来てくれたみたいな。ガッ、そういったたくさんのわざわざありがとうな。あ、それとうちの若い師が売れやかけてつまらなかった。マリナード名物の競りでどうしても欲しい商品があってな。二人とも気が立っとったんで。さあ、寄って抜いて見ておいて、本日ラストの商品だよ。ん？本日の目玉はこちら、宝永地方産伝説のわかめ。さあ、ないかないか。うおー。触るともわかる栄養が行き届いた弾力、光を反射してまばゆく光るあの艶、そしてほとばしる新鮮で芳醇な磯の香り。おお、欲しい。よく噛まずに言えた。お前さん、もしカラフジミにチャレンジするなら生きさが大事。いい機会でオイラの代わりにあの食材を競り落としてくれ。競りって、デートは商品を買うために他の、それ分かってんだけどさ、自分の持ち金と相談してより高い値段を入手しても商品を買うことができるんだ。え、軍資金のお小遣いでチャッキーっす。もうここはな、大人、5万 !5 万もらったよ。6万出すか。こんなん分かんねえし、こんな。手入れ商品貸しとろう。これ一回負けてみるか。答えを見てるから後出しじゃんけんしよう。どうせこれ、1万円からスタート。1万。1万5千円。2万5千円、高いな。様子を見る。やるな。2万5千円、2千円か。いや、3万。4万。4万5千円。あ、5万円もらって4万5千円買えたのか。じゃあ5千円とりあえずあれだ、くれたんか。プラスになったってことだから。大人顔負けなせめぎ合いで、ほう、大したもんだよ。落札してくれたわかめはありがたくいただいておくよ。これ最低いくらでいけるんだろうな。多分うまくなんかやれば、なんかもうちょい低くいけるんだろうな。使わなかった軍資金はお立ちにとして受け取って、他のセリーズ好きに捕まってくれるな。それでは先にカラフジムに戻ろうとするかい。男ハイダイ、生きのいい勝負を用意して待ってるから、はい。そうか、水タイプか。カップルズだとあれが種マシンガンだから、ちょっと入れ替えて、戦闘を誰にするか、ジムケースとセリーで商品を貸し取る広角。ああ。さて、ちょっとポケモン、戦闘にするポケモン、でも30ぐらいっていうのが分かったから、ちょっとマップは別にどうでもいいんだよ。ね、36、30を、鈴宮を先頭にして、鈴宮で様子見るか。はい。じゃあ、こんな感じでいきます。はい。じゃあ、とりあえずジムに行きます。さて、ジムにやってきたぞ。そして大変なことにですね、2時間10分ですね、もうね。まあ、最初の方はもう、ものすごいレベル上げしてたから、ほとんどカットだから、多分、今回の動画多分短いとは思ってんだけどさ。短いとは思ってんだけど、めんどくせえんだよな、2時間以上やる。そういう中が。またねもか。お前はいいよ、もう帰れ。なんだ？ジム入っていくの見えたから入ってきちゃったストーカーだな、お前はな。この前は勝負できなくていいよ、しなくていいよ、するな、するな。全然そんなんじゃなくて、戦いたくて追いかけたけど、でもちょっとだけ勝負したいな。いい？え？断れないの？いいよ、うーんは。ちょっとだけ3匹でやっていくからね。今の優に合ったポケモンと戦いたいな。ごめん、少しの間手持ち考える時間。だからやるって言ってねえんだよな。やるって言ってねえんだけど、勝手になんか勝負させられるんだよな、あいつ。やだな、もう。コラックは。いつもは頭痛に悩まされてるんだから、かわいそうだよな、コラックはな。何悩んでるか、はたから見たわけじゃない。そう、コラックかわいそうだよ、毎回ね、頭痛に悩まされてた。でも進化系ここにいるけどな。進化すれば解決すんだよな、悩みがな、多分な、あいつな。もう全部進化すればいいんだけど。届けてくれた。届けてあげ、届けて、届けた。ちょっと変則的なジムテストクリアさせてください。激流両人、ジムリーダー、ハイデに挑みますか、はい。バトルコードにご案内いたします。あ、よかった。ネモ勝負しなくていいんかな。やったぜ。さて、来たな。おっちゃんと勝負だ。でも、レベル30くらいの弱チンおっちゃんだからな。なんかおばちゃんがいるな。奥さんかな、この人。違った。全く関係ねえ。なんかみんな手振ってんだよな。子供たちから疲れてんだな。遊んで。うちの店の新メニューもぜひ味見してってください。慕われてんだな。このおっちゃんな。悪いな、みんな。これから事務仕事でね。待たせると思うんで、ここは引いてくれないか。はーい。
水ポケモン全員出してくんのか。お前さんがヒーローしたい。マリナーサウンドは世話になっとったな。おかげさまで究極の若見料理が作れそうなんだい。だけども勝負の場では手を抜かんからな。さてでもレベル30ぐらいだからちょうどいいのか。どうなんだ。なんかもうこっちのポケモンどこらへんだっけ。打った勝ったわ、一の杉切った張ったわ、ジムの杉わざと駆け引き、うな渦巻くうなばら、水のポケモンフルコース、さあさあドドンと召し上がれ。トゥ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 。え、ジムリーダーのハイダイが勝負を仕掛けてきた。ミガルーサをクリアした。さてこっちは鈴宮春日を出して、鈴宮春日のお前さんには恩義あるがどっこい手は抜かん。いいよ、弱チンなんだから、弱チンなんだから本気出して逆に型破り、何型破りって。29か、効果抜群あるじゃん。かわいそうだな、効果抜群な地獄杉80、90。じゃあとりあえずサワ、あでもサワ君も見たことあるから地獄杉でいい。やもう一発で終わりにしちゃおう地獄杉。あでも半分だ、結構大変だな。アクアカット、すげえなこいつ鈴宮。いやー楽勝だ。前回のモデルチンがな、モデル野郎がなんかすげえ強かったから、今度弱チンに見えてしまう。海トリオ、海トリオか。じゃあとりあえずもうあこいつな頑張ったからもういいよ、ごめん。じゃあ次 IQ300 でいこう。 IQ300 だ、お前頑張れ。 IQ300 をちょっと見よう、こいつの活躍ぶりを。でもこいつ好きなんだよなビジュアルだな。 IQ300 な、すげえ名前だよな。 IQ300 どんだけ頭いいんだこいつ。海トリオを繰り出した、見たことあるんだっけ海トリオって。あ、海ディグナの進化系なんだ海トリオって。へえ。ドリルくちばし80、スイバム60、爪研ぎ命中率上げる、怖い顔睨む、ドリルくちばしでいっか。あ微妙で向こうの素早さ下がったな、すえー素早さ下がったけど向こうのはもともと速かったからな。じゃあまあスイバムでいっか。え、ヒルムだと、なんだと。あでも結構削られてるな、クリバム。でもこれで終わりだ。でも3体しかいねえのかエッパー女に勝っちゃったからな。エッパー女を経験してるからな。ケキンガニを繰り出そうとしても、じゃあちょっと一旦ここで弱いやつをいっか。サボテンダいっか。弱いんだか分かんないんだけど技が強くないんだよね、技が強く、レベルはまあそこそこいってんだけど技が強くないから。でもまあこいつでちょっと一旦様子見で、じゃあこいつのテラスタルでいいだろ。サボテンダお前これでラストだ。これが終わったらお前はもうあれ引退だから塩は引いてみっちりも、こっから怒涛の追い込み量よ。ケキンガニ、マケンガニの進化系か。こういうんだ。チッペ返しが2倍。後に攻撃すると。でもレベル30だから素早くこっちの方が早い。相手の先に攻撃で、相手が出す技が攻撃技でないと失敗する。相手の攻撃を防ぐと同時に触れた相手の体力を削ってしまう。第一に根を張り、毎ターン自分の HP 回復、根を張っていいのに入れ替えられない。じゃあとりあえず根を張るか。テラッタルして根を張ろう、一旦。テラスタール、テラスタールサボテンダー FF パクってます。クタタイプか。さていい BGM が流れるんだろう。きた、そろそろぶっ込み大変身、水も滴るいいポケモン。さあきたきた、いい BGM が流れるぞ。テテ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 。あれまだ流れてる。タッタロータタロータタ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 タ。でもまあ微妙だな。さてさあ次どうするか。養分を吸い取った。タッタロータタタタタタタ。ニードルガード一旦ディフェンスを固めよう。これってディフェンスなのかな。タロタロロロ守りの対戦が入った。タタタロタタロタタ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 
さて、ちょっと新集中するか。一旦。何やったんだ、見てなかったわ。この音楽に乗ってなんかもういい感じでやってた。しっぺ返し。不意打ちでいくか。頼むよ。攻撃技してこい。あ、来た。攻撃技の次相手。でも半分か。叩きつける。強くはなかった。いけるな。サボテンダーで全然いけるな。相手は後に攻撃できると。攻撃できないんだよな。素早さがこっちの方が早いんだよな。もう不意打ちしかねえんだよな。相手は攻撃するしかないんだよ。あ、不意打ち攻撃してくるな、相手。あとちょっとだ。サボテンダーで勝っちゃうな。サボテンダーで勝っちゃうわ。余裕だな。入れ替えるか。カップルズが一番弱いんだよな。でもカップルズだと種マシン感があるんだよな。ハイパーボイスに決めれるか。カップルズのハイパーボイスで決めよう。え、ポケモン戻すか。あ、そう、根を張ってるからだ。あー、根を張ってしまった。これ根を買う、根を張るキャンセルとかできないかな。もういいや、しっぺ返して終わりでいい。なんだ、つまんねえ。楽勝だ。はい、終わり。余裕。なんて余裕なんだ。これがエッパー野郎に勝ったやつの実力だ。弱かったなぁ。もうこいつらバイバイだなぁ。いけやすいトレーナー代5400円。あー、これで8分の5だなぁ。あと残り3人か。全かな、残り3人って。朝の一番のような爽やかな敗北だった。お前さんにとってオイラはまな板の上のコイキング。お手上げ、水上げ、大量大、大量大。手合いにひるむことなくよくぞ勝利を釣り上げた。お前さんがジムマッチを手に入れる瞬間を前々からオイラがやりたかったハイエナポーズで記念撮影台。あら、これね、遠近法を利用して手のひらに乗っけてるように。なるほど、これは活かした写真だ。ジムマッチをいつ持ってやれてる。45まで、まあ、45以上も何匹がいるんだけどな。あー、お前さんならこの技も使いこない。出血大サービスで持っていってくれ。冷水、鈴宮春日の冷水、よくわかんない。相手の元気を失わせるくらい冷たい水浴びさせて攻撃する。相手の攻撃を下げる。さて、そろそろ店の下ごしらえを追っ始めんとな。またのご来店お待ちしてるからな。終わったな。なんかもうあれだな、シリーズボミになりそうだ、この後ポケモンが。出たー。ジムリーダーに勝利おめでとうございます。チリからユニークなトレーナーがいらっしゃると聞きましたら、やはりあなたでしたか。先ほどの試合拝見しましたが、とてもファンタスティックな実力の持ち主で、その調子でチャンピオンランクへと駒を進めましたら、近い将来ぜひともあなたをポケモンリーグへとスカウトさせ。出たー。もういいよね、もうお前はチャンピオンね。もう久しぶりですね。なんでトップが一緒に、トップってちゃんと説明してなかった。この人はみんなが怒る。チャンピオンランクのさらに頂点、トップチャンピオンのおもだがさんなんだよ。ポケモンリーグ委員長と兼務でやらせていただいております。ジムの視察できないほど忙しいんじゃなかったんでしたっけ。こちら別件です。この度は有望な人材をヘッドハンティングに回りましたので。え、もう有名人なの。私は最初に目をつけたんですから、トップでも横取りダメです。大人気ですね。どうだ、約束のポケモンどうしよう。もういいよ、もうこの試合私もぜひ見学させていただき、いいよもう寝てな。いいえ。そんな緊張出すの私はいないものだと思っていただければ、勝手にやんじゃねえよ。断ってんのやらせんじゃねえよ。参りましょうか。いいよ参らなくて。なんで勝負するんだよ、ジム終わった後に。もう一回説明。いろんなジム行くでバッジを集めていくと、ポケモントレーナー最高に挑戦することができるんだ。ポケモンリーグですね。あんま興味はないんだけどね。テーブル C の伏線に位置してる。ポケモンリーグ最高の称号、チャンピオンランクのトレーナーが新たに呼ばれる場所。ジムバッジをやっつり手に入れることだから、テストを受けることができて、最強の試験官と戦って勝てばチャンピオンになれるんだよ。その時の気持ちになって、今からイメージトレーニング。別にそこを目指す気あんまねえんだけどな。最高の舞台目指していざ勝負。好き勝手旅させてくれよ。あら、お待ちください。ポケモン少しお疲れのようですよ。勝手に回復した。ハンデで別にいいんだけど。早くやりたくて、入る足りなかったです。トップのおかげで準備はね、気を取り直して、今回実りある勝負しよう。あー、スネを入れてくれよかったな。どうせクワスの最終進化系が出てくんのかな。まだ出てこねんかな。
ポケモントレーナーのネモが勝負を仕掛けていて、まず何体いいんだ。ルガルガンか。レベルはこっちは鶴宮春樹だからな。トップの前だからって緊張しないリラックスだよ。そんなの余裕なんだけどさ。大丈夫です。あ、強えな。マジか。思ったより全然強えじゃん。地獄好き。あ、でも28か。効かねどうすっか。カウンター。あ、やべ。あ、減らせるチャンス一旦。カウンターにしてみるか、一旦。あれ？カウンターって最初にやん、なんでだよ。カウンター一回見させてくれよ。ドライブって何？ HP を1だけ残す。カウンター。なんでだろうな。カウンターやらせてくんの見たかったんだけどな。どうすっか、じゃあ。IQ300 いくか。あいつがやられるとはちょっと意外だったな。今一つのは間違ったな。これは間違った。ちょっとポケモン入れ替えよ。ちょっと無理、これ見てなかった。今日カップルズ行くか。いや、切れる前にしよう。なんでこのターン返してくれ。ちゃんと見とけよかった。効果今一つのだ。あざーす。じゃあ、クロスチョップで。やべえな。食らってるな。OK。次は。もうちょっと、もう、戻り力も冴えてる。やべえな。あいついられて、やる気満がなくなっちゃって、春日がいなくなっちゃったからな。ヌメラか。一旦ね、元気のかけらで蘇らしたいんで、ちょっと一旦卑怯でこいつ出して、一旦ちょっとね、あのね、HP 回復と、あの、元気のかけらで蘇らして、あの、経験値をとりあえず入れたいんで、私は。経験値がね、手に入れられないのがちょっと嫌なんで、ちょっと卑怯技でそのレベルが高いやつ一旦出します。で、元気のかけら。で、やる気も一旦生き返らします。U の波動。これどんぐらいいく？マジかよ。やられちったな、あいつ。効果抜群が？あ、なんかあんな。カップルズがあるわ。もうファミリーズなんだけど、こいつは。ファミリーズなんだけど、でも相手レベルいくつだっけ？俺36から高いんだよな、普通に。普通に師匠じゃねえか、向こうのがレベル高くて。あとちょっと残ったな。これ強えんじゃん、竜の波動。あ、そうでもねえ。さっきは効果抜群だったから、もう一回じゃあれつけ。よし、よかった。さて、あと2匹か。やべえ気はするけど、ここぞって時の急所、やっぱり持ってるよね。ヌメラ倒れた。でも2、最後のやつがな、クワッツの進化系だからな、最後はちょっときついんだよな。パモットか。パモットは誰がいいんだ。パモットもう一回 IQ300 行くか。 IQ300 そろそろ平気だろ。さて、スイーバームドリルくちばし。でもドリルくちばしだよね。80だからな。で、爪取りだと命中率上げるんだっけ。攻撃力も上げるのか。一回爪とくというか、素晴らしさをガクッと下げる。一回爪とぎしとこう。よし、攻撃上げて、素晴らしさ上げて、あ、命中率か。え、マヒル？やだ。マヒルのやだ。マヒルのはやめてくれ。マヒッター。ドリルくちばし、頼むよ。いやー、素早さ上げなかったんだっけ。効果抜群じゃねえか。まひってるな。傷薬だな、とりあえず。効果抜群だったか。さて、でもまたスパークしてくると結局、うわ、そうなんで、また繰り返しなんで結局な。
どうすか、入れ替えるか、入れ替えるかって、どうす、何タイプがいいんだこれ。電気ってなんだ、何タイプがいいんだ。草タイプか、草タイプな気がするけど、でも今一つ今一つなんだね攻撃が。いや、やべえな、思ったより結構やべえな思ったより結構やばいです皆さん。こんなやつに負けるのか。ジム目線でやってたからな、こいつのことを全く考えてなかったな。ペパのこと、ペパじゃねえや、ネモだ、ペパーとネモを間違えたか。で、マフィも回復しときたいんだよな。でも次スパークやられたら終わりなんだよな、頼むよ。終わったIQ300、 もうカップルズしかねえな。待ってよ、一回とりあえずやりついて倒しといて、いけるかな。元気のかけら使っときたい気もすんだよな。ウェーニバル最終段階だな、クワッスの。草やっぱサボテンダーか、やっぱサボテンダーだ。お前頼りになるのはお前だけだな、やっぱ結局お前だったわ。弱いと思ってた私はもう申し訳ねえ、お前は強かったよトップ見てますか、私追い込まれてるし。いや、こっちも追い込まれてんだよな実はな。ウェーニバル、バレリーナ、あれクワッスの最終進化ってこんなんなんだそうですか。テロスタル、とりあえず根を張って一旦根を張ります。テラスタルするなら今トップの目も輝かせちゃう。でもこっちもね、張らせてもらうんだ。さてこれ勝てんのか、強そうなんだよな、強そう、強そう。こっちもテラスタル、こっちもテラスタル。いや、なんか向こうの方が早くテラスタルしてることは、向こうの方が素早いから早いのか、もしかして。なんかやばそうな気がするな、向こうの方が素早いから早い気がしてきたのか。やべえな。さあどうだ、ほらな、向こうの方がやっぱ早い、ほら。もうマジ、しかも効果抜群なの、こりゃやばいぜこりゃマジやばだ。待って、これ次やられて死ぬから、素早さは向こうの方が絶対早いから、一旦ね、あのね、元気のかけらでね、蘇らしときますこいつを。どっちどっちどっちよ。エアスラッシュ、これやられるよな、そうだよな、効果抜群だと思ってねえんだもん。だって何のためにテラスタルしたんだよ。さてどうすか、でも一旦元気のかけらで読み返しときたいんだよな。一旦そのね、ズル作戦に行くわ。やべ、あーやべやべ、ちった、なんか丸ボタン押しちゃった、丸ゲンダしてた、なんかやっちった、やっちった、これへぼった、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 なしだってなしだって、ちょっとやっちゃったな。なんか丸ボタン連打したらなんかこうなっちゃったんだよな。あと3体しかいねえな。いけるかな、いけるかな、行ってみるか、行ってみるか、で種マシンガンで行ってみるか。いや無理な気がすんな、なんかもう。素早さ向こうの方が早いしな絶対な。あ、でもこっちも早かった。あ、来た、5回、2回、あ、いた、3回、4回目は3回か。ちょっと少ねえな。何いいよそんなの、アクアステップ、いやねえ、そんなのはいらねえバカ野郎バカ野郎、これ勝てねえな。ちょっと待って、こいつを舐めてた、マジで舐めてたな。もうレベル34と33だな、これ。これきついぜ。
こりゃダメだな。勝てません。全くもって勝てねえな。無理ゲーだ。やべえ、最後のやつが強すぎたな。もう終わった。マジかよ、こんなやつに今負けると思わなかったよな。ネモはもう怒ったからな。もう一回、もう一回再戦っていう形になるのこれ。なんでこっちに違った。最悪だ。え、なんで負けなきゃいけないんだよ。クソ、なんでだよ、なんでだ。お前に負け、もうこれ悔しい、マジで悔しい。これなんで負けなきゃいけない、こいつに。こいつになんで負けなきゃいけない。なあ、なあ、なあ。最悪だー。こいつに負けて腹立つー。腹立つー。敗戦してー。腹立つー。ムカつく。こっちが本気を出せばあんなやつイチコロだったのに、クソ野郎。なんで負けなきゃいけないんだあいつに。腹立つ。最悪の終わり方だな今日。なんだよもう。こっちのポケモンは手抜いたから、手抜いてやったから、多分ジムのジムジムジムの続きだと思ってさ。ちょっとあいつで、あーなんかもうむしゃくしゃすんの。なんでだよ、なんでだよ、なんであいつに負けなきゃいけねえんだよ。うわー、なんでだろうな。チークショーは負けちったな。ちょっともうやだ。ふっきりしねえ、めちゃくちゃふっきりしねえぞ。服汚ねえなお前。ああ、なんか杖の入れとけばよかったな。なんでジムは面白くなかったけど、ネモがな、ネモがな。くそー、腹立つ。腹立つのに。はい、ということで、もうこれで、まあ、とりあえず今回ね、これで終わりたいと思います。次回は、どうすかね、次回は、もうダメだ、ネモに負けた、なんかこれでもう今日夜寝らんねえよ、もう。負けず嫌い。チックショー、しかし再戦ができねえんだよな。なんで再戦させてくんねえんだろうな。もうこっちかな。とりあえずなんか今もう左側行ったから、次右側行って、この主とここの辺ね、行こうと思ってるんで。まあ、じゃあこの続きもね、またよろしくお願いいたします。ということで今回、2時間40分だって、ふざけんなよ。もう、やった時、やってる時はいいんだけどさ、これやり終わるとなんかもうね、あのね、編集かってなるんだよな。ということで、ね、今回これで終わりたいと思います。また次回もよろしくお願いいたします。バイバーイ。